皆さんこんにちは。帰国子女タレントとして人気を博していた西田ひかるさん、結婚を機にテレビで見かける機会が少なくなりましたが、現在はどのような生活を送っているのでしょう。そこで今回は西田ひかるさんの現在の様子や夫の正体、林家こぶ平さんとの意外な関係についても紹介していきます。西田ひかるさんは1972年8月16日に神奈川県川崎市で生まれました。2023年現在で51歳になります。西田ひかるさんは電機メーカーに勤める父親の転勤により生後10ヶ月から13歳までをアメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスで過ごしました。ロサンゼルスではダンス教室に通っていたそうです。そしてある時、西田ひかるさんはスティービー・ワンダーの楽曲愛の園にコーラスとして参加しないかという誘いを受け、大勢の子供たちと一緒に参加しました。しかし西田ひかるさんの歌唱力は当時から群を抜いていたそうです。その後日本へ帰国した西田ひかるさんは東京都調布市のアメリカンスクール・イン・ジャパンへ入学、チアリーディングチームに入団しました。そんな西田ひかるさんが芸能界に入ったのは1988年に日本エアシステムのキャンペーンガールに起用されたことがきっかけでした。そして同年に航空会社ジャスのキャンペーンガールとしてデビュー。続いてミュージカル商工シセリで主役を演じて舞台初出演。さらに4月6日にはポニーキャニオンからフィフティーンでアイドル歌手デビューを果たしました。また西田ひかるさんは当時流行だったハイレグ水着やくびれたウエストも注目を浴び、一躍人気者となりました。その後テレビ、CM、撮影のため高校へはなかなか行けなくなってしまったという西田ひかるさん。しかしそんな中でも勉強と仕事を両立し、アメリカンスクール卒業後は上智大学へ進学。大学在学中の1991年には24時間テレビ愛は地球を救うで第14代目のチャリティパーソナリティを務めました。また同年には自身が出演したドラマデパート夏物語の主題歌であるときめいてがオリコン最高位が7位となる大ヒットを記録。自身の最大ヒット曲となり NHK 紅白歌合戦にも出場しています。そんな西田ひかるさんですが、なんと初めての相手は林家こぶ平さんだったという噂があるようです。林家こぶ平さんは1962年12月1日に東京都台東区で生まれました。初代林家三平さんと海老名佳代子さんの長男で、現在は林家正蔵となっています。林家こぶ平さんと西田ひかるさんは90年代にバラエティ番組で共演することが多かったようで、その頃に交際していたのではないかと言われています。このような噂が流れることになった原因は、あるタレントが暴露したことがきっかけだったようです。あるタレントとは北野武さん。なんと北野武さんは林家こぶ平さんが北野武さんの公開ラジオに出演した際に西田ひかるさんと交際していたことをポロッと言ってしまったのだそうです。また林家こぶ平さん自身も屋敷隆人さんの隆人のバーに出演した際に西田ひかるさんと交際していた時のエピソードを自分から暴露していました。その時の話によれば、林家こぶ平さんは西田ひかるさんとのドライブデート中に何もしないから休んでいこうとホテルに誘ったそうです。このように言われた西田ひかるさんは本当に休憩するだけと思い込みそのままついていったとのこと。そして噂によると、この時ホテルで林家こぶ平さんに純潔を奪われてしまったと言われています。ちなみに林家こぶ平さんはかなりモテることでも有名な人物です。過去にはタレントの山瀬まみさん、女優の有森成美さん、高木美帆さん、飯島愛さんなど数多くの恋愛遍歴を持っています。西田ひかるさんと林家こぶ平さんが本当に交際していたのは定かではありませんが、番組共演歴があることからも熱愛関係にあった可能性はゼロではないと考えられます。そんな西田ひかるさんは2002年5月、30歳の時に結婚しました。お相手は大阪市に本社を置く貿易会社富士電機産業株式会社の社長で、西田ひかるさんより3歳年上の海老茂樹さんです。海老茂樹さんの富士電機産業株式会社は電気関連部品に特化した専門商社、
東証一部上場企業ではないものの、国内、海外合わせて3カ国6カ所に拠点を持つグローバル企業です。2人が出会ったきっかけは、西田ひかるさんの同級生の旦那さんの友人だったそうです。そして食事会がきっかけで出会った2人は意気投合、その後遠距離恋愛で愛を育んでいたと言われています。西田ひかるさんは海老茂樹さんと出会った頃について振り返り、友人との食事会で知り合ったんですけど、すごく面白いこの人と思った。関西の方って物事をストレートに言うので、帰国子女だった私はそのあたりのフィーリングが外国人と同じで分かりやすかったと語っていました。結婚後は当時副社長だった海老茂樹さんがアメリカ支店に勤務していたことから、西田ひかるさんも渡米、そして2006年にアメリカのカリフォルニア州で長男を出産しました。また帰国後の2009年には次男も誕生しています。一部の噂によると、西田ひかるさんの子供はインターナショナルスクールに通っていると言われているようです。しかし以前『徹子の部屋』に出演した際に、西田ひかるさんが日本の学校自体が初めてでと話していたことから、インターナショナルスクールには通っていないと考えられます。そこで調べてみたところ、西田ひかるさんの子供は裕福な家庭の子供が通うと言われている私立の江南小学校に通っていたようです。どうやら夫の海老茂樹さんが江南大学を卒業していることもあり、子供たちを江南小学校に入学させたのではないかと言われています。帰国子女の西田ひかるさんは日本の学校事情がよくわからなかったようで、子育てにはとても苦労したそうです。しかし周りのママ友たちからいろいろなことを教えてもらい、助けてもらったことを明かしています。そんな西田ひかるさんの子供についてですが、ネット上では子供が病気と噂されているようです。実際のところ2023年時点では確証ある発表はなく、それどころか子供たちは2人とも野球部に所属し、体型もムキムキだと言われています。西田ひかるさんは以前インタビューで子供たちについて、ご飯は1日にどのぐらい食べますかと質問された際、高校生のお兄ちゃんの方は体も大きいですけれども4号から5号は食べますねと答えていましたので、2人の子供たちは現在も元気に過ごしているようです。また西田ひかるさんと海老茂樹さんは現在も夫婦円満な様子。ネットでは海老茂樹さんの趣味であるクラシックカーレースを夫婦で楽しむ姿が公開されていて、2005年と2007年にはミッペミリアという大会に夫婦で参加していました。そんな西田ひかるさん一家ですが、現在は兵庫県の高級住宅街苦楽園に住んでいると噂されています。苦楽園近辺では目撃情報も多く、 SNS も話題になっているようです。そんな西田ひかるさんは結婚してから表舞台に立つことが少なくなりました。2人の子供の子育てによりプライベートが多忙なことが原因だと考えられますが、現在でも関西ローカルの番組やラジオを中心に細々と芸能活動を続けています。また2020年9月にはインスタグラムを開設。西田ひかるさんの全盛期と変わらない美しさが話題となり、現在もフォロワー数が伸び続けています。また以前のインタビューで西田ひかるさんは、子育てが一段落したら舞台のお仕事にも挑戦したいと語っていました。現在長男は高校生に、次男は中学生になっています。そのため西田ひかるさんが本格的な芸能活動を再開させる日も近いかもしれません。今回は西田ひかるさんの現在の様子や夫の正体林家こぶ平さんとの意外な関係についても紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。